亀川駅は、大分県別府市亀川浜田町にある、九州旅客鉄道日本本線の駅である。事務官高度は92万522、旧駅舎短式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、合計二面三線のホームを持つ、地上駅になっている。他に留置線が設置されている。 旧駅舎は開業時に建築された木造駅舎であったが、駅周辺の整備事業に伴って、駅前広場を拡張するため駅舎を一転させる、必要が生じ、バリアフリーの観点から、京上駅舎に建て替えられ、改札口は2階に設けられている。その後、2011年には、エレベーター付きで東西を結ぶ自由通路が開通、2012年に、 駅前広場が完成して一連の事業が完了した。JR 九州サービスサポートが駅業務を遂行する業務委託駅で緑の窓口が設置されている。IC カード守護課のエリア内であり、守護課定期券の発売も行っている。3番乗り場は特急の通過町と当駅始発の大分方面行きが使用する。2から3時間に1本特急が停車する。 大分方面からの折り返しの列車がある。朝と夕方以降のみで利用者が多い当駅別府駅大分駅間の通勤時間帯に運行間隔を小さくするため設定されている。当駅の始発は5時台であるが23時頃に当駅で折り返す列車がある。1965年度には乗車人員が34万2634人。 公社人員が346,161人で、手荷物や小荷物も取り扱っていた。2016年度の乗車人員は564,402人、公社人員は5 5百8 6 2人である。1日平均乗車人員の数値は、各年度版、大分県統計年間による、年間乗車人員の値を、各年度の日数で割った値。二千十六年度以降は、 数値が非公表となったため、九州旅客鉄道が公表する駅別乗車人員の数値を用いた駅名表、血の池地獄が描かれている。駅前には一般車とタクシー用、それに路線バス専用のロータリーがそれぞれ設けられている。また、駅名にあやかって亀の親子をモチーフとしたベンチや吉光地区が植えられている。ありがとうございます。